つまきとサザンカが満開です。というわけで村松クッキングのお時間です。材料はつまき、サザンカ、レントラを品位式、油を温めます。つまきとサザンカに衣をつけます。レントラにします。特に話す内容はないです。食べます。いただきます。パク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 、味はほとんどなく最後に苦味とフローラル。ごちそうさまでした。以上、村松クッキングでした。